RXJ0822 から4300は地球から7000光年離れた位置の友座にある中性小星である。RXJ0822 から4300は友座にある超新星残ト友座 A から秒速 1500km という超高速度で運動している。これは高速の0.5%に相当し発見されている中で最も高速で運動する。 天体である。この運動量から、しばしばこの天体は、宇宙のキャノンボールというあだ名で呼ばれている。これは、友座 A を作った3700年前の超新星、爆発の際に、非対称な爆発のせいで運動エネルギーを得て、飛び出したもので、現在までに、爆発の中心点から20光年移動したと、推定されている。銀河系の脱出速度をはるかに超える。 運動のため、r x j 零八二二から四千三0は、数百万年後には、銀河系の外へと飛び出していると推定されている。また、友座 A の超新星残骸の大部分は、r x j 零八二二から四千三百とは、逆方向に運動している。秒速千キロメートル程度の速度を得ている天体は、r x j 零八二二から四千三百が、 唯一ではないが、これらは銀河系の中心、いて、座営の中心部にある大質量、ブラックホールの重力的影響で飛び出した天体であり、現在の理論では、非対称な超新星爆発では、この速度を得る程度のエネルギーを与えると、中心部はクオーク星まで縮大することが予測されている。NASA の X 線天体観測衛星チャンドラが、 1999年と2005年の2回 RXJ0822 から4300を観測し、2つの観測データを重ね合わせた結果 RXJ0822 から4300が大きな速度で運動していることが明らかになった。ありがとうございます。